どうもナムチャンネルのトキちゃんです。はい、まっちゃん、今日はね、あのお店なんかいつもはまん延防止時短、なんか今時短っちゃまん延防止なんだ多分な、まん延防止でお店を早く閉めるんで時短とは言ってな、さっそく閉めて今から飲みます。あ、お兄ちゃんは車で帰から飲みます。飲んでないんじゃない、どれ、って言ってます、うん、店暇だから、あの悪くなったら樽飲めって言われました、うん、いいからな、うん、いいと思ってくれ、こっちへへへ、なくなりそうだと思って大きいの持ってきた、4リッターか、4リッター、いつもおめシューバスばっか飲んでるとお金大変だからよ、うん、こういったの安いべ、うん、これ安くてうまいんだ、お湯割り、お兄ちゃんのお湯割りだぞ、なんだこれ、コーヒーかなんか、なんだこれ、コーヒーって、まあ、じゃあ俺らお兄ちゃんにあの樽飲めちゃったから、なんか廃棄になっちゃうからな、じゃあ、そうかね、飲んで手伝うか、俺、じゃあちょっと店に貢献します、じゃあまだぞ、はいよー、じゃあね、はい、樽からお酒持ってまいりました、はい、ハイボールと、とりあえずな、あんまりビール飲まねえんだけど、樽、うん、ダメになっちゃうから、うん、飲むべ、じゃあ、今日の一日お疲れ様でした、乾杯、乾杯、風呂入ってから飲めばいいやったな、うん、やめ、え、飲んじゃったもん、まあ、とりあえずビール飲みました、はい、で今日のね、おかず、はい、こちら、うん、唐揚げと、こちら、タジオのムニエル、うん、でムニエル作った時に卵余ったから卵焼き、うん、あ、してみた、はい、うまそうだね、うん、これをつまみにね、今日はママちゃんと一緒に晩酌したいと思います。お兄ちゃんはなんかこれゲームやってっからよ、うん、卵まず送る、じゃあとりあえずご飯をまず、うん、よし、醤油マヨネーズ作って、うん、これに七味を入れる、これ俺流の食い、うん、でこいつに竜田揚げにしたこの唐揚げ、竜田揚げの唐揚げ、うん、これをペチョンとくっつけて、これを食べる、これがうめんだ、今日は遠慮したな、はい、今日はちょっと遠慮したな、はい、え、マヨネーズ、うまかった、うん、うまいやん、いつもな、亀八行くとマヨネーズくださいっつって、ボトルでも、うめ、ん、め、今日もいいできた、ハイボール飲んで、ハイボールだから薄いな、いつも6円飲んでからな、うん、飲みすぎちゃうと具合悪くなったな、まあこんな感じでちょっとゆっくりあの食べたいと思いました、ね、うん、じゃあまたね、はい、よー、じゃあね、はい、さっき唐揚げ食って、今度こっち果汁を、うん、大きすぎから半分に割って今乗ってました、うん、これ身がさ、ほっぽでこう簡単に切るんだよ、これこいつも油のつゆも苦手なんだな、まあ、いただいてみます、うまっ、うん、あのバターの風味がすげえいいやつだし、これうめっ、あ、マジオのミニエルもうめえな、刺身でもうまかったけどな、うん、で、とりあえずこれとお前ちょっとカメラ化してみろ、カメラマンチンジ、おめえよ、おい、ちょっと気になったんだけど、いい、ででん、気をつけしろ、ででん、ででん、いいか、気をつけしろ、気をつけ、ででん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 、これなんだおめえ、これだべ、これ、なんだ、忘れて、かさぶたか、これ、かさぶた、
くぞ。俺かさぶた。なんで俺右膝つくじゃん。持ってった時さ、うんうん、膝つくじゃん。うん、だからここすれ。右膝だけおめえ俺かさぶたかと思って右手かと思っちゃったよ俺。すげえ気に入った。こっちも本当だ。あーすげえなおめえ。膝つくから。やべえな、今度俺膝パッと買ってっから。あ、そう、バレーボール選手みたいだ。え、言うたらローラースケートよね。なに、なに、言うたらローラースケートプロポーションあったら。あれ、ローラースケートとか自転車用な。あ、おめえ、ゆうたの膝だもん、ちっちゃくて入りつだもん、こいつの。入まあ、とりあえず、じゃあ今度俺新しいズボン買ってっから、うん、な、島村で。島村。よし、オッケー。マミヤ。でもこれあれだよ。マミヤ。これあれなんだ。まあ、やってても分かんないから。ユニクロの。え？ユニクロのヒートテックなんだ。あれ、まあ、ハイカラのズボンじゃねえか、ユニクロなんて、おめえ。高かった。え？高かった。あんだのか。分かった。この時点、あの、ズボン慎重にいくべき。よし。じゃあ、おめえも飲め。よし。はい。じゃあね。はよー。じゃあね。今ちょっと飯食って酒飲ったんだけど、なんか物足りねえね。なんか普通にさっぱり系食いてるやつは。生物。生物までいいか。生物、うん、爽やかさっぱり爽やか。レモンでも食ってる、うん、まあ、とりあえずあのさっぱり系がないってことでさっぱり系今持ってきます、うん、よし、じゃあまたね。はい、はい、よー。じゃあただいま戻ってまいりました。はい、私のさっぱり系こちらでございます。馬刺し、うん、な、うん、馬刺しでございます、うん、出てくる、うん、飲む時はなんか生物ねだよ、うん、なんか物足りなかった。食ってみるか。これはこのな、ニンニク、ニンニクのこの辛味かな、うん、これをペタッとくっつけて、醤油ペタペタくっつけて、これがうめえんだ、これが。あ、取れちゃった。うん、うめえ。米を食う。うん、あ、うん、ね、どうぞ食べてください。馬刺しです。はい、あー、どうだ、うまい。梅べ、うん、これ食ったのね、うん、すぐ飲む、うん、おお、効くな、うん、酒ちょっと酒なくなったんでまた次行きますんで、うん、こうやってよ、うん、あんまり早く店閉めて酒飲む量増えたな、うん、ほぼ毎晩飲んでっからうち、あ、太っちゃうんじゃねえ、まだ、うん、太っちゃうって正しい、太ってきたのに、うん、うん、でも太ったね、もうだいぶ太った。え、もうこの1ヶ月くらいで2キロ近く太ってた。うん、2キロ近く太ってた。何太ったのおめえ、うん、いいなおめえ。昨日体重計乗ったらびっくりしたもん。おめえ、おめえもしかしたらポストキミちゃん狙ってんじゃないか。やべえな。やめてくれよ。とりあえず私は下げついてくるんでまた後で。はいよ。じゃあね、さっぱりもんなっつってよ、馬刺し食ったないけどよ、肝心なおめえ初めに卵焼きくんおめえ焼いてたの忘れたのよおめえ、うん、え、かわいそうに。これは何味、え、醤油、これはあの塩コショウをつくた魚をピタピタしてムニエルスティンデジャイズに醤油を足して焼いた。醤油と塩コショウ足した。あ、ほら、しょっぱい匂いする、うん、ほら、うん、な、いただきます。はい、あ、うめえ。よかったな。うめえ、ね、何食ってもうめえな、うん、いや幸せだな、うん、え、酒飲んで、あ、うん、ご飯食って、うん、たけちゃん幸せ、うん、おめえは、うん、幸せだ。ああ、よかったよかった、そう言っていただけると私本物にございます、ね、あ、いや、幸せ、いけてよ、な、営業時短要請だとな、コロナだな、うん、まあ、さっさと落ち着いてもらわないでよ、うん、な、うずらも困っけどな、困ってる人いっぱいいるからな、うん、早く落ち着いてほしいな、うん、病院関係だってなって入ってこなくなるようになっちゃうべよ、うん、な、あ、ため息しか出てきて、まあ、とりあえず、あ、これ今ごっくんすっかり、うんうん、うん、とりあえずな、うん、まあ、世の中のあのコロナがさっさとこう収束するように願っております、うん、テレビ気になったおめえ
カメラどこじゃねえじゃねえかおめえ、うん、テレビなんかチラチラ見やがって、俺を見ろおめえ、やだテレビの方が面白いあんたか、うん、すいませんそれ言うなおめえなんか面白いことすればいいのか、面白いことすると YouTube に流せねえからよ、うん、あまあそんなとこいい、とりあえずまあね、こんな状況もさっさとね、うん、終わってほしいんで、まあ皆様このあのコロナの中うずんないように、ね、私もなるべくおとなしくしてますから、うん、なるべくね、なるべくないい、なるべく、ね、買い物ぐらいは行く、買い物は行く、買い物しないと困る、うん、まあ、なるべくおとなしくするんで皆様もなるべくおとなしくしましょうあの出かけてきゃこのマスクを忘れず、ね、うん、そういうことでね、これからもあのみんなでねお仕事頑張りながら、うん、動画も頑張りますんで、うん、応援の方よろしくお願いします。みんなも体に一つ切るよし、さあ 今からもう美味しいもん食って酒飲んでお風呂入って寝ますから、寝ますか、じゃあまた皆さん参りましょうじゃあグッドボタンチャンネル登録よろしくね、バイバイ。まだ飲みたねえな飲んだらいべ、え、まだ飲むって言ってたもん今、飲んだらいべお部屋刺さんねえわ、俺飲むから飲むはえ飲むよ、お前も飲むのか、よだれ出てきたわ、じゃあね、バイバイ。